皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっとこういう怪すぎなブルックヘブン2つ選んでですね、入ってみたいと思います。皆さんこういうの入ったことありますかね。ってことで最初はこちらでございます。怪しいな、これは怪しい。じゃあこちらのブルックヘブン行ってみたいと思います。謎にね、評価は低めとなっております。それでは行ってみましょう。怪しさで言ったらもう 100% ですよ、ここは。え、なんか意外と普通にレディーとかあるじゃん。え、 Do your best to survive the natural disasters って書いてあるよね。これナチュラルディザスターらしいよえ、どういうこと、どういうこと。確かに、え、待った待った待った、これは面白すぎる。これナチュラルディザスターなの。でもブルックヘブンの雰囲気はあるよ。ネクストマップ、待った待った待った、フィリアスステーションだって。やばいやばいやばい、え、なに ちょっと待って、これは面白すぎるでしょうよ。これはこれどうなんだ、これ、あ、飛べ、これ使おうと思うと、やばい、なんか待て、何かが来そう。あ、リンゴあるけど、これ食べて意味ある、これナチュラルディザスターですねこれちょっと本当はさ、こんなことしちゃいけないんだとは思うけど、これは面白すぎるぞ。ブリザードが来た。シェルター見つけろって。ってことでシェルター見つけますね。これリンゴ食べたら、リンゴ飛んでった今。やばい、死にそう。あ、カメがいた。これ食べたら意味ある、このリンゴ。あ、あるよ。ほら、回復してるもん。これは？あ、なるほどなるほど、これでボートができるらしい。じゃあトレイラーパークボートしたらちっちゃくマーチがなんか出てる、よく見たら、ほら面白い。なんか、え、別にさ、言ったらあれだけどさ、サムネのゾンビ全く関係なくない？確かに、なんか面白いこれ。え、しかも全然リンゴ食べてたら無敵だしね。抗ってます抗ってます。あー、でも死にそうだ、やばいやばいやばい。あー、生き残った。この中じゃないとダメなのかな。なんかどこでも隠れられそうな場所いっぱいあるよね、ここなら。うん、ムービーは入れない。ムービー入れないんだ、トレイラーパークだって。ここでのディザスターなんでしょうね。あ、ボルカニックエラプションって書いてありますね。ちょっとやばい、火山の、わわわ、火山噴火来てる。意外とこれ面白いかも。しかも死んでもなんか別になんかなんともなかったです。今何気に一瞬死んだけど、こんなにボコボコになってるブルクヘブン初めて見た。あ、これか、ボルケーノ、すごい。マーチも今登ってみましたね。なんかこんな風になってるんだ。あ、カメもいたボンボン出てるよ、ほら。あ、ノーサバイバーズだって。じゃあちょっと次のとこ行ってみよう。次はマミーロングレグズポピープレイタイムソニックということで、こちらどうでしょう。 37% の高評価です。行ってみましょう。おお、なんだこれ。これはブルックヘブンではない、なんかイカゲームなんだけど。あ、イカゲームのガラス板をやらされてる、いきなり。しかもめちゃめちゃいろんなもん買えって言われる。誰も行かないじゃん、誰も行かないじゃん。あ、マジだ。次誰か行きなさいよ次誰か行きなさいよ。あれも行かないね、こっち。あっちは左だったよ。もうなんで今更これをやってんだろうね。右左左右右、これ次なんだっけ、左左かな、右らしい。左、誰か言って、これどっちだっけ、誰か言って、これどっちだろう。ああえ、右左左右なんで今更、あれブルックヘブンに来たんじゃなかったっけ。ブルックヘブンだよ。
めちゃめちゃカイカイ言うてしくる。しかも右左左右真ん中、あ、真ん中ダメらしい。真ん中ダメに決まってるでしょ。はい、というわけで今回はブルックヘブンがなんだかね違うゲームと夢のコラボをしているっていう変わったゲームに入ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。あのね本当にね意外とおもろいってことで、よかったらやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。